羽生結弦が日中関係を改善する存在に中国での人気は福原愛を超えたと国営メディアが紹介。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。北京五輪のフィギュアスケート男子で4位となり、五輪3連覇はならなかった羽生結弦 27ANA は14日、北京市内で会見した。中国でも羽生人気は増すばかりで、 中国国営メディアのカンタマ治法は中国で一番人気の日本人アスリートとして女子卓球の福原愛を超えたと報じられていると紹介。表情のプリンスが悪化している日中関係を緩和する存在となることを期待した中国と日本が外交関係正常化の50周年を歓迎する中、福原フィーバーと同様に熱狂的ファンのハニューマニアの存在が中日関係の緩和を見る絶好のチャンスだと信じる人々もいる。 両国の関係は、主に日本が米国と連携して南シナ海で軍事行動しているせいで、昨年は悪化した同志は最後に、これは今年の両国にとっていいスタートだとしつつ、外交学院国際関係研究所、周衛生教授の、もし、日本が中国を脅威とし、中国を抑え込もうと米国に追従し続ければ、結局は両国に良好の変化がもたらされるのは難しくなるだろうとのコメントを引用してしめた。また、 福原さんに関しては、中国北東部の方言を流暢に話すことで、中国でも人気がある。中国で長年トレーニングも積み、オークスのキラ中国の有名選手たちと良好な関係を築き、彼女の結婚式では花嫁介会人も務めた。また、キュートな外見とは裏腹に、試合では負けん気が強いことも中国での人気を支えていたと紹介した、羽生譲弦の会見、海外メディアは真っ二つ。 引退の噂を吹き飛ばした将来に関し、ファンを暗闇の中に取り残した北京五輪のフィギュアスケート男子で4位となり、五輪3連覇はならなかった羽生結弦27、ANA が14日、北京市内で会見した。今後について、このオリンピックが最後かと聞かれたら、ちょっとわからない、五輪でまた滑ってみたいな、という気持ちはもちろんあると話した。これに対し、 海外メディアの反応は真っ二つに分かれた大半は現役続行の可能性に好意的だった。ハニュー・イズル、超満員の記者会見で引退との噂を吹き飛ばした。引退しないと正式に発表とは、香港の英字新聞、南波の早報。インドの経済ニュースサイト、ビジネスインサイダーインディアも、ハニュー・イズルは引退の噂を封じたとし、中国国営放送局の第一財経は、ハニュー・イズル、 引退の計画はなし。次回の同期五輪は出場する可能性を排除しないと会見で語ったと報じた一方、A ・ロイター通信は、羽生結弦はキャット歓声を上げる何百万人ものファンが会見を見守る中、将来の計画に関して、もう一度、我らのヒーローを大会で見られるのか、見られないのかと、ファンを暗闇の中に取り残したと報道。フィリピンのニュースサイト、ラップラーも、日本の羽生結弦は、 次回の冬季五輪に挑戦するかは未決定だと会見で語り、将来についてはほとんどニュースを提供してくれなかったと伝えた。また、今回挑戦した通称 4A、4回転半ジャンプは、国際スケート連盟の公認大会で史上初として認定されたが、転倒した。同通信は、4A の追求継続についても、将来のプランと同様に態度をはっきりさせず、まだ自分の中でまとまってはいない。 ジャンプとしての最高点には僕の中ではたどり着けたと思っているなどと語ったと伝えたユッズゴロク満載の羽生会見40分間守ることだって挑戦明日の自分が胸を張っていられるように北京五輪のフィギュアスケート男子で4位に終わり五輪3連覇を逃した羽生結弦 27ANA が14日北京市内で記者会見丁寧に質問に答えながら羽生結弦でよかった 心の中に9歳の自分がいたなど、ゆずごろく満載の約40分間だった、みんな生活の中で何かしら挑戦しているんだと思います。それが生きることだと思いますし、守ることだって挑戦なんです。何一つ挑戦じゃないことは存在していないと思うから、それが僕にとって 4A だったりオリンピックというものにつながっていく。ただ、それだけなのかな。今まで 4A、4回転半を目指していた理由は、 僕の心の中に9歳の自分がいて、あいつが飛べとずっと言っていたんですよ。ずっと、お前、下手くそだなと言われながら練習して。でも、今回のアクセルはなんか褒めてもらえたんですよね。一緒に飛んだというか。実は同じフォームなんですよ。9歳の時と。ちょっと大きくなっただけで。だから、一緒に飛んだんですよね。なんかそれが自分らしいなと思った。いろんな方々に手を差し伸べてもらって。 いろんなきっかけを作ってもらって壁を登ってこられたと思っているんです。最後に壁の上で手を伸ばしたら9歳の俺自身だったなと、最後にそいつの手を取って一緒に登ったなという感触があって、その意味では羽生結弦のアクセルってこれだったんだと納得できているこのオリンピックが最後かと聞かれたら、ちょっとわからないです。やっぱりオリンピックって特別だなと思いましたし、怪我をしていても挑戦するべき舞台。 フィギュアスケーターとしては、そんなところは他にないので、すごく幸せな気持ちになっていた。また、滑ってみたいなという気持ちはもちろんあります。2万件のメッセージをいただいたり、手紙をいただいたり、ボランティアさんが歓迎してくださったり、中国のファンの方々も含めて、すごく歓迎してくださっているのを感じていた。そういう中で演技するのって本当に幸せだなと。そんなスケーター、そんな簡単にいないよなと思いますし、 羽生譲るでよかったと思いました。僕はオリンピック王者として2連覇した人間。それは誇りを持って、これからも2連覇した人間として胸を張って、後ろ指を刺されないように、明日の自分が今日を見た時に胸を張っていられるように、これからも過ごしていきたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。